3日目も晴れました。今日も同じ工程なんで撮る必要はないとは思うんですけど、まあ一応残しておきます。朝の8時なんでね、こんな感じです。うわ、今日も日差しが強い。あ、今日から人が少ない感じですね。行ってみましょう。おお、写真撮ってます。みんなポーズを決めて写真撮って確認して、また行って写真、ポーズを決めて写真撮って、でそのタイミングでね、横に行ってね、おお曲がんだなー言うとね、もう必ず返事してくるのがフィリピン人。面白いですよ。こんな感じの朝です。はい、そうそう、巣はね、これチョコレートヒット、このバギー行って、あとジンベエザメも見れるとこあるんで、そこも行きます。バリカサグ行ったらカメは 100% 見れます。今日もでもボートはこっちにあるから、今日はそれほど稼働してないんでしょうね、人が少ない分。さあ一体ダイバーは何人でしょうか。ここもホテルですかね。このホテル前も賑やか、あちこちで見れる光景。こうやってポーズを決めて写真を撮る、ポーズを決めて写真を撮る。はい、はい、こっち。ああ、やっぱりでもここは今出入り激しいですね。うん、もう続々とやってきてます。入ってここでヘナンリゾートから徒歩圏のアロンナダイバーズ到着しました。はい、ということで今日もね、僕に行ってきます。さあ、2日目バリカサグスタート。今日もバリカサグ前、ボートがひしめき合ってます。すごいダイバーの量。はい、ということで、まあ今日はねこんな感じ、ダイビング動画はね。はい、次行きます。はい、場所は飛んでまたプールサイド戻ってきてます。日本終わってね、こんな感じで。ここで、チーズバーガー頼みました。チーズバーガー待ち、ハンバーガー食べちゃってますけど、ハロハロ混ぜちゃってますけど、ストロベリージュース。やっぱり一気に人は減って、こっちはガラガラになりましたね。さあ今から戻ってシャワー浴びて、それでまた繰り出します。じゃーんとして、また場所と時間が飛びまして、トライシクル乗ってのんきジャパニーズレストラン行きます。往復で200ペソ、2時間待ってもらって往復で200ペソ。いいドライバーです。4人乗ってますけど。はい、来ました、のんき。じゃあ空港の近所、こっちずっともう何にもないんでね、周りは。バイクかトライシクル迎えに来てこないとちょっと大変ですけど、これまっすぐ行ったら空港で、その先がアロナビーチね、ここ。はい、今回で2回目、セブにもあります、ダバオにもある、のんき。トライシクルは片道200でした。はいはい、のんき入ります。いいですか、ビデオ。いらっしゃいませ。わー、のんき。店内の様子はこんな感じです。店内の様子はまだね、時間早いんで、こうガラガラですけど、うちもねこんな感じです。はい、外には鯉が。はい、ちなみにのんきさん、これセブにいろいろブランチもあります。大成功。コースメニューで一番高いの2035ですけど、お手頃なんで、こういうの1400。ほら、これは弁当っぽいのが800ペソぐらいでね、1000ペソ。すごいすごい。サーモン刺身ね、500。しめサバ、サバをもうお任せします。はい、
次もこんなさ、煮物もあるし、炒め物もあるし、揚げ物もあるし、あ、こういう丼物もあるし、ラーメンもあるし、そばもあって、デザートっていうことです。はい、スタート。デザンミゲール、ヒルセン、ノンキサワー、はい、紙取るの忘れて、めっちゃうまい。これ何でしたっけ、ほら、何何これ、オクラ、オクラ、ちょっとポテトサラダ一緒、枝豆一緒、この刺身、サバ、タイ、サーモン巻き、チーズ巻き、野菜炒め、こっちを取ろう。はい、マイオワキワキサーモン刺身、実にフレッシュ。タイも本番うまい。これもうまいらしいです。このサバの美味しいのフィリピン初やね、これ。揚げ出し豆腐、イエーイ。しかも、サバ塩焼き。抹茶スムーディー来ました。抹茶スムーディー、おー、パロランディアですね。はいはい、このデザートです。抹茶のにパフェみたいな。はい、どうもありがとう、美味しかった。はい、ありがとう。はい、うまかった、うまかった。のんき一人だいたいね、ちょっと飲み食いしすぎまして2250ぐらいでした。でもよかった、本当にクオリティ高い、美味しかったです。はい、のんきからでした。はい、昨日はいっぱいだったタイマッサージに来ました。よかった。じゃあ、おー、いいですね。タイに来たみたい。おー、30分待ちですけど、待ちます。